ガマルチョーバー元小結びのガガマルです。よろしくお願いします。今日のテーマは、はい、ガガちゃんの勝手にベスト3、はい、怪力ランキングです。怪力ランキング、はい。一応ガガちゃんの相撲スタイルでいうと、はい、パワーですか。体も大きかったもちろんですけど、やっぱりそれ体の力も生かして前攻めるような相撲だったんで、そうでパワーですね、どっちって言ったら。じゃあ順番に聞くんですけど、はい、第3位は。第3位はアランですね。アラン関、アラン関はすごかったですね。やっぱりロシアですか。ロシアですね。ロシアなんですけど、すごく南の方でジョージアに一番近い場所なんです。まあ、ロシアのはロシアなんですけど、最初日本に来た時にやっぱり外国人同士で同じ寂しさがしてるから仲良くなったりとか、そういうもう部屋も近かったし、同じ一門だったから、もう最初からちょっとずつ話せるようになってたんですね。どっちが年上とか先輩後輩ってあるんですか。年上は僕の方が年下だったんですけど、向こうの方が入ったの2年か3年ぐらい後だったんで、先輩は僕だったんですけど、年の方は向こうの方が先輩だったんですね。実際具体的にどういうようにパワーが強いんですか。彼は飛球パワーも強かったし、筋肉もう割れてて、もうすごくゴリラみたいな体してて彼はツパリから何からも やってたんですけど、殴られるようなもう力で、パンチね、パンチぐらいで、もうそれはもうすごくて、僕も何回ぐらい当たったことはあるけど、でも突っ張られて突っ張られたで、もう顔が真っ赤かで、もともと顔真っ赤いですけどね顔が赤いですけど、あれでまだもう叩かれるともうすごかったんですね。続いて第2位は。第2位は栃ノ心関ですね。そうですね。同じ出身ですよね。同じ出身だし、もう10歳から彼のこと知ってて、もともと一緒に柔道やってたんですね。柔道とサンボ、サンボっていうの、そういう格闘技ありますね、ロックジョージアにも。一緒に合宿行ったり、ずっと一緒にやってきて、で日本にも初めて来たのを一緒に来たんです。あ、そうなんです。同級生なの。同級生で、なんか日本に来たのきっかけは世界大会、相撲世界大会、ジュニア世界大会やって、両国でコーチさんは、そういう時の相撲のコーチはなんか、日本ではこういう相撲ジュニア大会、世界大会行われてるから一緒に出てないんですかってみたいきっかけで、でもちろんやっぱ日本は憧れの国だし、行きたい気持ちは大きかったんで、で一緒に日本の世界大会で一緒に出たんです。相撲の世界大会。相撲の世界大会ですね。何歳の時ですか。17ぐらいですね。一緒に17歳で日本に来て、相撲の文化とか、はい、あまり四股踏み方とか水来足やり方とか、そういう鉄砲やり方とか誰も当時に知らなかったんです、ジョージアでも。でそういうのを学ぶためには日大に、相撲部は有名なんで、はい、そこで相撲部に練習に行きましたんですね。3ヶ月練習して、日大の先生のおかみさんはプロに入る気持ちあるっては聞かれたんですけど、通訳してくれる人もいなかったんで、僕はいつも最初日本聞いた時に言われてたのに、日本人は悪いこと言わないから何でもはいはいって言えば大丈夫だなっていうこと言われてはいはいはいって言われて、気づいたらそれは練習世界大会はどうだったんですか。結果は、世界大会は、グループで3位になったんですね。え、それまで相撲やってなかったの。見たこともなかったんです。もうテレビもそういう時にはまだパソコンもそんなに、ネットも YouTube もそんなにはなかったんですけど、でももちろん練習してもしたことないし、回しもつけたこともないし、そういうのは全くなんか、もうどういうふうにみんな練習してるとかは想像もつかなかったんですね。握力も強いって聞いたんですけど、そうなんですか。すごかったですよ。もう手足が、手も長いから、もう握力、僕は聞いたのは90何ボットか聞いたことがありますけど普通の人は90何ボットは分かんないと思うけど、はい、僕でもあんな体でかくてもう65とか70ぐらいになってたんですけど、彼の場合は90とか97とかそれ以上あったかもしれないですけど、僕は聞いただけのはそれぐらいで、下がりっていうのは糸でできてる、お相撲さん前につけてる下がりがありますけど、はい、それ下がりはちぎったんですね。あれはちぎれるないんです。もうでもこのまま引っ張れるような強さがあるのにちぎったんです、ね、すごいですね。もうびっくりしたんですけどね。もうちょっと戻るんですけど、はい、柔道は栃ノ心さんと柔道は強かったんですか。まあ、ジョージアで彼がやっぱり強かったんですね。何回ぐらいジョージア
大会では何回ぐらい決定戦で当たったことあるし、ジョージアの全国大会、全国大会で彼がもう本当に手足も長いし勝負しづらいし、多分今までの1回2回ぐらいしかあるかないぐらいで勝ったことような感じなんで、仲良かったんですけど本当に当たりたくない気持ちで、もう本当早く負けてくれって思いながら でも彼はやっぱり強くてずっと決定戦まで行って2人でそこで負けるの多くて、よかったのは栃ノ心にもう当たらなくて済むかなと思ったら2ヶ月後かなんか3ヶ月後に僕も行く気持ちあるけどどう思うって言われて、いやいやここまで来るかって相撲をやった時の栃ノ心のパワーってどこがすごいでしょう。栃ノ心の魅力はやっぱり足が太い、すごく遠いからもう立ち合いがすごく早いし、もう当たりも強いし、手は長い、やっぱり回し取られるのが一番嫌なんで、もうどうしても手は長いからもう取りに来るから、もうそこでもう力も半端じゃないし、一時期も腹筋割れてたんです。僕も割れてたんですけどね本当に彼は本当にシックスパックスになってて、もうすごくムキムキで体はやばくて、でも本当に引き力がすごく強かったんですね。もうやっぱ外国人は力だけって思われるんですけど、彼は技もすごかったんで、そう刺される技とかもうそういうのはすごくて、お席まで登ってくれたんですけど、一番辛かったのはあと10歳から知ってて日本に一緒に来て一緒に戦うのも、やっぱり僕はもともと相手の目見て相撲取れなかったんです。なんかなんでって言うと土俵の上ですごく緊張してたような感じだったんですけど、だいたい足の周り見てたんです、土俵の上に上がると。僕が僕の相撲取ればっていいしか考えられないんですけど、彼は同じジョージア人もあるのになんかすごく意識しちゃうんです。同じ国だし、土俵に上がる前からずっと頭の意識で同じ国の人って戦うのは結構そうですね、自分の中の戦いになってたんですね。では怪力ランキング第1位は、第1位はエストニア出身のバルト関ですね。おー、体大きいです。体は大きいだし、180とか190キロなのにもう全然お腹出てるとか、僕はお腹は出てたんですけど、そういうの全くなくて、もうまっすぐのでかさで、もう本当に自分も関取だったのにもう相手はなれないぐらいのすごい力強くて、身長があったから手も長かったから上から回しとっても力だけで人の持ち上げることできたんで、すごく力強かったなってはイメージで。220キロのガガちゃんもグワッと持ち上げられたし、言われたのはもうちょっと技あれば横綱も上がれるじゃないかなっては。近くで見ていてそのパワーっていうのはどういう練習なんですか。その筋トレをするんですか。生まれつきですね、やっぱり生まれつきですねバルト関の場合には本当に筋肉だけじゃなくて、例えばもう全身的にのパワーがすごくて、もちろん相撲では鍛えられて体を作ってもちろん筋肉は大きくしたんですけど、多分もともとのパワーがあってそれのプラスされたものであれぐらいは力強かったなっては自分の中に思ってる。でなんでっていうと、見るともちろんでっかくてすごいなって思ってたんですけど、ムキムキでもなかったんですね。やっぱりもともと持ってたようなパワーが一番すごかったんですね。ベスト3聞きました。はい、あの日本人力士は入ってなかったんですけど、日本人力士で強かったな、パワー強かったなっていうのを思い出すの番外編としてありますか。日本人力士はパワー強かったとかもちろん大勢にいますけど、大体みんな日本人力士は相撲がうまいんです。審議隊って言葉ありますけど、そこには一緒にちょっとずつ入ったような感じに相撲取ってるんで、やっぱりもちろんみんな力強いし、もう高見下がり関もすごく左刺されるとものすごい強かったんです。でも力だけは日本人力士にはならないんですね。やっぱり子供時から回しつけてずっと相撲がやってるから、自分の技が磨いながら自分の力が出してるような力士が日本人は多いですね。で外国人のそこの違さはやっぱ勝てるためには何するって言ったら力任せになったりとか、そっちの方が多いですね。一般の人も分かってくれるような言葉でお話ししたいなと思うんで、ぜひこれからも見といてください。よろしくお願いします。